からさ、このマップ。しや、あ、しや、マップってかさ、多すぎるね。ちょ、できるは絞られそうだな。ナイスファイト。勝った。はい。はい。ゆるさん。え、じゃあ、ちょっとこれ、ピカさん怒られますよ、スナパイさんに。え、なんで責任持って追放されてください。え、おかしくない？だってキルクール10秒だよ。いやー、そうですね、俺10秒いや、まあまあ悪意があるかないかは別にして皆さんもっとあれですか、もうそのスポーン始まったもう瞬間もうどこでもいいからパーンって押してるんですか？うん、なんならオラフ君と並走して俺が先押すんだって感じでスパーンって押したんですけど、まさか攻められるとは思わなかった。僕は右の方のタスク行きましたよ。みんな優しい。お互いやってるんですかこれ。オラフ君まさかの裏切り。しバンバンキルするぜ。ピンクこれどういう状況ですか？今レポートって誰の死体でしたっけ？サクヤさんです。なんかサクヤさんの死体のところにセンタンさんとグルタミンさんが2人立ってたんですけど、あれ、うん、まあローラーでいいですよ。センタンさんですやってたのは、うん、あ、そうやって言うんだったらじゃあ多分グルタミンさんかな。ごめんなさい、ちょっと見えてなかったです。ごめんなさい、ちょっと右行く瞬間になったんでサクヤさん見えて、ごめんなさい、僕の視界では見えてないですね。あ、じゃあ、僕ローラーか。あ、じゃあもうローラーでいいんか。いや、視点を聞きましょう、とりあえず。じゃあ誰のから。あ、グルタミンさんがリポートなんで、一応グルタミンさんの状況説明。どういう状況？アーカイブいました。アーカイブで、タスクやってました。で、タスクやって、上行ったら普通にサクヤさんが死んでました。その前にサクヤさんも、センターさんも死にしてるんですけど、場所はミーティングですか？あ、でもそれで僕って確定するのあれですね。保証します。ピカクロス8秒前、サクヤさん4秒前死亡です。あ、その情報でかっ。じゃあその情報死んだったら藤宮さんはもう確証です、うん、確して電気室、はい、8秒くらい前から藤宮さんエレクトリカで見ているので、プテハシさんってどこいます？僕はね、宿舎前ぐらいだったよね、うん、確かね、オラフ君かエロちゃんだかが一緒に湧いて、はい、その後に僕はエンジンルームで、うん、武器庫、キッチン、セキュリティで終わってます。まあローラティじゃないですか。とりあえず、多分、はい、グルタミさんが僕がやってるって言ってる以上、多分グルタミさんなんで、僕とグルタミさんの話よりも、うん、もう隠しろを詰めて、うん、詰めていった方が多分有益だと思います。左側にいたよって人他にいません？マップの左側。僕最初左。エロちゃんも左だよね。俺とプテさん以外で。ごめんなさい、僕無投票にするんで絶対投票してください、お願いします。オラフ君は最終どこなんでしたっけ？あ、これどっちからやる？これどっちからやるんだっけ？ごめん。あ、僕無投票にするんで好きな方に入れてください。あ、オッケーです。センターから、あい。まあ、隠しろ洗えば、しっかりあるんで、ロラーだけ進む最中に、時間を、ね。アーカイブです。じゃあ、俺を知りたい。僕もボタンの方一応、お持ち帰り怖いんで、行きます。
さん見ちゃいました。どうも、弁当見ましたよね、僕の。見ました。なんかちょっと押し行こうと思って、ね、まあ人がいたんで、まあ良かったかなって感じ。ああ、そんな事故があったんですね。完全事故ってました。はい。だよな。話させてください。どうぞ。さっきセンターさんは、自分は何も見えてないんですけどって言ってたんですけど、自分に降ってきたからグルタミン酸が黒だと思いますみたいに言ってたんですけど、他に俺が見えてない視点の話とか、センターさんに見えたのがちょっと違ってた話とかも全然出てきてないじゃないですか。うん、そうですね。なので俺は、まあ、バッチリ見たんでバッチリ言えるんですけど、でセンターさんの方が黒いので先ほどはセンターさんに入れました。うん、はい、ごめん、死体発見場所がどこなんでしたっけ？アーカイブです。アーカイブの左ですね。はい、そう、僕視点だったらもうアーカイブ入った時に左下にグルタミン酸がいて、左上に先端さんがいて、グルタミン酸殺すと思ったら死体があるって感じだったんですよ。はい、でその後に僕が入った瞬間ぐらいにグルタミン酸が上に来てレポートって感じなんで、どっから入ったの？ラフ君は。僕はシャワー室からアーカイブの方に停電中に行きました。シャワー室からアーカイブって入った時にちょうどグルタミン酸と結局その話してんじゃん。死体があってフェアじゃねえよ。やっぱりレポート何してんだろうって感じでやったらグルタミンさんが動いてレポ上に行ってレポートって感じです。でここはもうローラーでピカクロさんの方を詰め、はい、素晴らしい。ローラーですか。さっきエロちゃんは何を言いたかったの？左側に、はい、今残ってる人の中で左側にいたっていう人います。よかった誘導した。まずプテラ。マジで出ないのって誰だっけ？いや全員出ました。スナパイさんが心電図で、藤宮アルマがエレクトリカル。レントゲンだと反射って言ってください。じゃあこのピカクロさんできたのが俺かプテさんのどっちかです。ほう。はい。左脇。じゃあエロちゃんか。左脇っていうか宿舎前では行ってエンジンルームまで行って、で僕はタスクやってる間に武器庫の方にプテさんが行ってました。そう。で、停電になったタイミングで武器庫からピカクロスさんが上に上がってきたんですね。上っていうのは武器庫からエンジンルームがかな、わかんないけど、コックピットスパチャやめてありますって感じです。最終情報。僕は最後一瞬だけセキュリティを開いたんだけど、なんか誰かアクションとかってありますかこれ？え？セキュリティで何かあのアクション。セキュリティを見ているってことを見れるみたいなのはないんですか？あ、カメラが点灯してるのを誰かが確認してれば、見てないから誰も見てアーカイブの人とか。アーカイブ、うん、見れると思うけど。あ、ごめん、スキップでちょっと間違えた。ごめんなさい。センターさんの方が黒いですが、ローラー。超ごめんなさい、間違えちゃった。癖で入れちゃった。全然疑ってないです。さよなら。ナイスパーじゃねえだよ。いや、もう最悪や。お疲れ様です。お疲れ様で。グルタ見てなかったですか、センターさんの弁当。いや弁当までは見て、俺は多分タスクシャワーじゃない、トイレですれ違って死体っているセンターさんを見てる。そうだから一瞬アーカイブ行ったんで、よしこれ殺そうと思った瞬間に酒屋さん来て、酒屋さんに弁当もらえて、やべこれ殺さないとと思って急いで殺したら2人来て、ね、そういうことか。最悪やもう。ノーマイス。ただなんかあれですね、ピカクロスキルも2人しかいないんじゃないかって話になってますね。そうですね、隠しろが多すぎる。うん、事故ったな。オートバグが。はい。ダブルキルの段階で事故なのに。皆さんのどっちかだと思いますって話ですね。でカメラが光ってるっていうんであれば、俺になると思います。皆さんは最終どこなんでしたっけ？俺は停電直して。で武器庫だそうだ。もうスパチャすんじゃねえ、やめろ。違うわ、展望デッキのあの先端のやつやってるわ。電波受信するやつ。うん、展望デッキか。あー、まあ僕はエロちゃんを最初しか見てないけど、最後セキュリティに行ってるから、まあエロちゃんが僕だって言うんだったらエロちゃんしかないかもしれん。で停電中に武器庫から上に行くピカさんを見てるんでしたっけ？いや、それだったら、使わないとかってないか。通ったら強かったけどな。そうなると、僕の方がスナパイさんも弾けます、自主点で。逆に、藤宮さん視点でも僕も弾けると思います。最終、まあ、さっき、プテさん、最終武器庫って言ってました。そう、武器、最終は武器庫じゃないよ。最終、武器庫は通った。宿舎前エンジン、通信の廊下、武器庫、キッチン、セキュリティ。
アーカイブはセキュリティで何を見たんですか。通れば強いけど、セキュリティでなんかカメラをつけて失敗しやすいって感じだ。それですぐなっちゃったから、どこだったかはわからないあれ。あ、つけてすぐなった。うん。じゃあランプを見るチャンスもほぼないですね。ほぼないから、まあ見た人がいないかなと思って聞いた。ああ、なるほど。ピカクロスの方が先に死んでいるので。うんうんうん、武器庫でキルされたケースだとどちらが犯人でも成り立つと思います。あ、ね、武器庫から上に行ってるのは僕はあ、まあ、じゃあ僕はエロちゃんに入れるわ。スピーカーみたいな、これでも終わんなかったら地獄だよね。の方が終わんなかったらアレマさん、あ、プテさん、エロちゃん、このローラーでは。エロちゃんが、だって絶対に一郎落ちてる状況でしょ、これ。プテさんとエロちゃんさんつって終わんなかった場合は、僕がエレクトリガーが左に行ってキルしてる。で、この場合はプテハシさんの後ろ通ってることになるね。まあ、薄いと思いますけどね。それだったらプテさんとすれ違うはずなんで。確か。うん。まあ、もしくは、あ、まあでもそれくらいしかないか。なんで僕が、なんで僕が振られるの、これ。自投票したエロちゃんが容疑者絞ってくれたんで、エロちゃんの方が白いかな。まあ終わるんですけどね。多いよ。申し訳ねえ。めちゃくちゃやるやん、インポスター。部屋変えたんすけどね。部屋変えたのに。覚えてきたのにすげえインポスター来るよ。もう一回変えますか、部屋。もう一回変えます。変えてもこれだから多分。いや、最悪や、マジ。ベント見られたし、ベント見た人殺したら2人にキルの瞬間見られたし、最悪や、もう。ベントゲーかました。まあでも、結果よ、3枚持ってきてるし。うん、確かに。しかもダブルキルで、神殿図も見られてるし。いや、強かったっ、ね。一気におしまいになった。申し訳ね。レンズマジで強かった。ごめんなさい、プテハさん。綺麗にハマっちゃいましたね。いやいや全然、うん、大丈夫ですよ。なんかさすがにもうプテハさんもう引いてねえだろうと思って一緒にいたら、まさか殺されるとは思わなかった。レンズありがとう。30秒長えなーって思いながらキルクール開けるのずっとアドミン見たふりして待ってました。ピカクロスさんはあそこにいましたよね、あのアドミンのとこね。そうそう、コックピットでやられてしまいました。マジかよって言いました。一人できます。いや、なんかピタクロスさんがいつも向こうの人に来てくれるから。いや、まあやっぱプテハスさんが魅力だからじゃないですかね。うん、人狼強いし光栄です。